自粛生活に入ってちょうど100日後、センチネルが作動した。奴らは軍事級の武器を持って重武装だった。監視するかごとく私たちを見張っていた。はじめは普段通りで歩いていた。奴らが私たちをターゲットにし始めるまでは、どうしてこんなことが起こってしまったのか自問した。私たちがそうさせてしまったのか。センチネルはワンマン軍隊、そして集結した奴らは止められない。毎日が生きるか死ぬかの戦いだ。しかし私たちは戦い続けることに決めた。これはあなたへの呼びかけだ。これを聞いてるなら、あなたはレジスタンスだ。